どのタイプに当てはまるかを想像しながら最後までご視聴ください。二の腕美容チャンネルへようこそ。美容外科医の葛島海人です。骨格診断って一度は聞いたことありますでしょうか？体型別に似合うスタイルやアイテムを導き出すファッション理論のことです。筋肉、脂肪のつき方、関節の大きさの違いなどから、ストレート、ウェーブ、ナチュラルのこの3つに分類いたします。身長、体重、太っている、痩せているなどは全く関係がありません。骨格診断は通常自分の体に似合う服の形や素材を決めるのに活用しますが、今回は二の腕に焦点を当てて骨格診断タイプ別二の腕脂肪吸引のポイントを症例写真をもとに医師の目線で解説していきたいと思います。筋肉のつき方、脂肪のつき方を考えて脂肪吸引するドクターはいると思いますが、おそらく一人一人の骨格の形まで分析して二の腕の脂肪吸引をしているドクターは全国にいないと思います。自分はどのタイプに当てはまるかを想像しながら最後までご視聴ください。日本人女性はストレートタイプが一番多くて 55%、 次に多いのがナチュラルタイプで 34%、 そして最後がウェーブの 11% となっております。それではタイプ別に解説していきたいと思います。まず一つ目はストレートタイプです。こちらが正面、後面、側面の写真です。ストレートタイプは鎖骨が見えにくく首が短めです。バストトップは高めで肩甲骨は目立ちにくいのが印象的です。真横から見るとこのデコルテ部分に厚みがあり、欧米人のようなメリハリボディで身体や肌に弾力のある張り感があります。特にこの二の腕の外側に筋肉の張りがあり、太る時はこの二の腕の外側からお肉がついていきます。二の腕脂肪吸引のポイントですが、肩周りを含めた肩甲骨横までしっかりと吸引することで、最終的な仕上がりはこの二の腕の外側だけ張り出しているということがなくなりますし、綺麗なラインを描くことができます。ストレートタイプの方は特に肩周りの脂肪が硬いです。骨格の形を意識しないでいると一番気になっている肩周りの脂肪を吸引できないで終わってしまう可能性がありますので、実は骨格診断は大切なのです。脂肪吸引をせっかくしたのにこの肩周りが全然変わらなかったと言って私のところに来るお客様の多くは、この辺の脂肪はあまり吸われてないことが多いです。こちらが脂肪吸引をした後の写真になります。ストレートタイプは痩せても華奢な印象になりにくいと言われておりますが、しっかりとした変化を出すことが可能で、周りから痩せたねと言われることが多いのが特徴です。この肩周りのボリュームがなくなるだけでも体全体としては痩せた印象になりますので、二の腕脂肪吸引をしたことを誰にもバレずに、しかも友達にはどうやってダイエットしたのと聞かれることも多かったりします。二つ目がウェーブタイプです。こちらがウェーブタイプの写真で、正面、後面、側面です。ウェーブタイプは鎖骨がくっきりし、首が長めなことが多いです。バストトップは低めで、この首から肩にかけて緩やかなラインを描き、二の腕の下の方が一度へこみます。デコルテは薄く柔らかく曲がっているボディで、筋肉がつきにくく肌が柔らかいのが特徴です。太ってくるとこの二の腕の振り袖部分にお肉がついて揺れたりするのが特徴です。肩周りや胸元はあまりお肉が目立ちませんので、太っていても一見華奢に見えます。二の腕脂肪吸引のポイントです。この二の腕の下のところがへこんでいますので、この上腕三頭筋とこの三角筋の間のところ、この境のところを吸いすぎてしまうと、まあ、筋肉が目立ってボコつく印象がありますので注意しないといけません。二の腕はどの角度から見ても美しくある必要があると思いますので、筋肉の走行、骨格の形を意識することはとても大事なことです。こちらが二の腕脂肪吸引後の正面、後面、側面の写真です。ウェーブタイプの方は二の腕脂肪吸引をして痩せると、より女性らしさを引き出すことができると思います。3つ目がナチュラルタイプです。ナチュラルタイプは鎖骨が大きめで骨格がしっかりとしています。肩甲骨も目立つスタイリッシュなボディで、太る場合は全体的に太り、人間が拡大されるようなイメージです。ぷよぷよした感じにはあまりなりませんので、太ってもあまり周りからバレるようなことはなかったりもします。二の腕脂肪吸引のポイントです。この肩やこの肘上の部分を吸引しすぎてしまうと、関節付近の骨が目立ってしまうので注意する必要があります。全体的なバランスを意識しながら女性らしい二の腕のラインを出していきます。こちらが二の腕脂肪吸引後の写真で、正面、後面、側面です。
もともと安定した骨組みのタイプでありますので、華奢な印象にはなりにくいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。果たして自分がどのタイプに分類されるかわからなかった方、たとえ太っていたとしても重心バランスは変わりませんので、全身鏡で引きで見ると骨格の特徴がわかりやすいですよ。もしも自分がどのタイプか気になるようでしたら、一度カウンセリングに来ていただけると良いと思います。いろんなタイプが混ざっているミックス型の人もいらっしゃいますので、この骨格診断は大体の分類の方法であるということを一応頭に入れておいてください。私は毎回お客様一人一人に合わせたオーダーメイドの二の腕脂肪吸引をしております。特に気になる部分を言っていただけましたら、それぞれの骨格に合わせて一番綺麗にデザインして美しく仕上げますのでお任せください。最後までご視聴くださりありがとうございます。この内容が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram でも二の腕の情報を発信しておりますので、ぜひフォローをしてみてください。